Hello, Waki. Hello, Josie. Hello, my friend. Hello, Josie. Hello, Waki. Hi, Martin-san. Hi, Lydia-san. イメージして書きましたボイスオブソウルという、タナーサックスのフューチャリングした曲をしたいと思います。ボイスオブソウルちょっと習ったんですけど、あんま弾けなくて、だから高校の時フォークソングだったので、アコースティックギター持ってたんで、それでなんかちょっとジャズコードの、まあ、歌がある曲はあんま作ったことないんですけど、それで曲をギターで作るようになって、それからまあ、だんだんギターよりやっぱピアノの方が作りやすいっていうのもあるので、まあピアノも弾きながら、それをパソコンに取り入れて練習しながらして作ってます。一番初めに作った曲とか覚えてますか？一番、まあ、本当小さい頃に幼稚園の年長組くらいの時に曲を作ったらしいんですけど、母親の話ではなんか宇宙との交信とかってなんか宇宙の音っていうのをなんかピアノでなんか変な感じで作ったらしいです。それはなんか本当の最初で。最近はまた書かれてるとか、はい、そうですね。最近アレンジも書いたり、歌の方に書いてあげたりとか、あとは もちろん自分の G エクスプレスのための曲っていうのも書いてますし、まあ、今日ライブに実は来ていただいてるんですけど、そのライブの中でも割と最近書いてる曲っていうのが、竹内直さん、この番組でもおなじみなんですか、竹内直さんの、まあ、テナーサックスの音をイメージして書いたっていう感じで、ボイスオブソウルっていうのが、これは竹内直さんの学校風に吹いてほしいなとかって、もう顔を浮かべながら、吹いてる姿を浮かべながら、本当、こういう感じで吹くからいいんじゃないかなって思い浮かんで書いてます。